皆様ごきげんようチューリップリンセスです。あの先ほどクリームシチューご紹介したんですけれどもこちらは昨日の夕食もまだご紹介していなかったので一応してみたいと思います。昨日はあの生姜焼きのタレを使いたくてですねあのおいオイシックスか第一、えー、宅配で買った無添加の生姜,生姜焼きのタレがあったのに私ずっと と冷蔵庫の中に入れたままでついに賞味期限が来たんですね <laughs> なので使おうと思ってあのささみの生姜焼きにしました豚肉ではなく私やはりあのねあのアトピー改善と,、えー、とヘルシーであとアンチエイジングですねやっぱアンチエイジングにはねささみはとってもいいですなのであのね豚肉ではなく えー、もう油分のなくて高タンパクのささみを使ったささみの、えー、生姜焼きにしました。こんな感じですね、全体図は。で、右上にあるのが、え、プラムハニーっていう、あの、梅ドリンクですね。梅、あの、希釈タイプの梅ドリンク。第一宅配かなんかで買ったあの、無添加のですね。これを水で割りまして、なんとなくつけてみました。そして、えっ、ー、と、右下が、 まあね、定番のお味噌汁ですね。いろいろ、あの、キャベツだとか、人参だとか、わかめが入ったお味噌汁と、あと、米干しですね。こんな感じの、昨日はお夕食にしてみました。で、これ、いろんな画像がありますね。これですね。これが生姜焼きですで脇に添えてあるのは、ほうれん草のソテーですね。これも塩胡椒と、ちょっと粉チーズもかけたかな。 ね、美味しかったですね。何かあの、本当はまあ、キャベツの千切りとかがね、生姜焼きにはいいと思うんですけれどもね、ちょっとね、いろいろ生もので、あの、気も使ってしまうし、ほうれん草があったので、このほうれん草のソテーに今回はしました。生姜焼きにはこんな風に玉ねぎをたっぷり入れました。とっても美味しかったですね。これ本当に、あの、王子にも大好評でした。 あの、ささみはあれですね。神山鳥っていう、美味しいクスとか第一宅配で売ってるね。すっごい美味しい。私の結構お気に入りのささみがあるんですね。神山鳥のささみは本当ととっても美味しいです。 なので、こちらで作ったのでね、あの、タレも美味しかったしね、玉ねぎも効いていて、本当に、あの、美味しくて食が進んでね、生姜焼き、ささみのもおすすめですよ。<laughs> あのね、豚肉もいいと思うんですけれどもね、油分がない、あの、ダイエットしてる方とか、アンチエイジングとか筋肉つけたいとかね、あのー、には、本当、ささみの生姜焼きも私とっても美味しくておすすめです。これがあれですね、いつもの私の お味噌汁ですねあの。お味噌汁もね、なんかすごいがん予防になったりとか、アンチエイジングにもね、とってもいいみたいです。おしゃれなスープとかもいっぱいあるけどね、結局お味噌汁がなんか一番いい説がありますね。なので、お味噌汁は欠かさないで食べています。ね、こんな感じですね。梅干しもね、あの体をアルカリにしてくれて、やっぱり感染予防にもなるのでね、私、 あの、そんなに体丈夫じゃないんですけど、コロナに感染してないんですね。ちょっと自慢です。一度もしてないので、あの、結構この梅干し効果もあるかもしれないですね。オレガノのまあ、サプリを飲んでるのも大きいと思うんですけども、結構梅干しを欠かさずに食べてることも大きいかもしれないですね。ね、あ、また生姜焼きですね。<laughs> これ本当美味しかった。うん。で、ね、あ、なんかあ動画、動画が出てきましたね。 こちらはこんな感じで動画出てきました。はい。<laughs> で、これが、えっと、えー、いちごグルトですね。食後に食べた、あのー、ね、有機いちごの冷凍をあの豆乳グルトで漬け込みましたね。そして、あの、ちょっとしばらく冷蔵庫で寝かしておけば、おけば自然に解凍になるので、 あの、お砂糖も全く入っていませんね。豆乳グルトでカジェインフリーで、いちごも有機いちごの冷凍で果糖のみなのでね、まあ、あの、買った、あのね、甘いお砂糖がいっぱい入ったいちごとかのヨーグルトよりはいいかなっていうふうに思います。こんな感じの私の昨日のお夕食でございました。はい、えー、ね、まあ、またね、いろいろと まあなんてことはないお食事なんですけれどもね、紹介していきたいと思います。それでは今日もいろいろと見ていただきましてありがとうございました。おやすみなさい。チューリップリンセスでした。またね。